戦闘配置、前方に有機艦隊、敵艦隊18隻、本艦隊の進路を塞ぐ形で布陣しています。18隻艦隊の諸君、私は君たちの政府を代表する国家首相ニカノール。近い、もうミサイル飛んでくる。ケストレルか。イエス、ケストレル。オシア空母ケストレルの艦上にいる。我がユークトバニアとオーシアの間に友情を取り戻すためだ。我々は再び艦隊各艦に次ぐ、ユークトバニアとオーシアの間には憎悪しか存在しない。兵士ニカノールが敵についた。これを敵と認め、敵艦者とも海中へ没せしめよ。もう帰れないじゃん、そんなこと言われたら。めちゃくちゃすぎる。かっけえな、でもこの艦隊。仲間割れしてんじゃねえか。勇気ある彼らを守れ。戦闘機発進。元首、あなたは船を立ってください。しかし、我々の大統領のもとへ、そしてお二人が手を取り合っている姿をテレビ放送に載せ、世界中に示すのです。事態は混迷を極めている。一刻も早く状況を沈静化する必要がある。目標識別に関してはケストレル CIC から各機 IFF に直接割り込み、ハットに表示する。ケストレル及び我らを新たに支援する艦隊に敵対する勢力を無力化せよ。艦隊攻撃ミッションだ。またこれは F18 を使いたいところだが、 F18 はすでに、なんだこれ、MiG-114 あらゆる戦闘に投入しうる多用途前線戦闘機の開発計画の試作機、大面積のガナードルクといった推力変更ノズルに、もしかして SU-57 のあれかな、 MiG の新型かでも、あ、 SU じゃないか、 MiG か。じゃあ体感攻撃能力のあるの出したいから、あ、やっぱ F18 出したいんだけど悩ましいな。まあ、ここは艦載機の F18、 あ、 F35 あるじゃん。 F35 買おう。新しい機体も使いたいし。よし、じゃあこれで。隊長、私の機体を選んでください。隊長、あれ、スーは機体を指定してくれ。タイは飛ばないのか。隊長、どの機体にすればいい。この編成で出撃ですね。うん、ラーズグリーズ出撃。おお、すげえ、空母か。行くぞ。F35 かっこいいな、やっぱ。了解。よし、全機攻撃開始。
すげえ艦隊の数だ。これは楽しくなりそうだ。できます。何この曲は。デストロイヤーチーズ読めないな。そうだが、中だ。沈没した一機、一隻。空母だ。アドミラル。読めない。対艦ミサイル発射。沈め。わあ、沈んだ。空母も艦隊船に持ち込むとか。どうかしてるぞこいつら。空母は逃がしておいていいだろう、別に使えない。ロシア艦隊。そんなバカな。なんでそうなる。特殊エースも使って攻撃してくれ。了解。くそ、クーデターはめ。自分がクーデターに加担してるんだぞ。エイ、イージス。クリークって言ってたから今。どう考えてもおかしいよな。こっちはだってオーシアの空母なのに手を組むわけないだろ普通に。全機叩き落とす。分散してやってくれ。そうだぞ。いやお前らが裏切ってんだよな。オーシア艦隊だ。オーシアデストロイヤー、イオライト。アイオライト。島にハルシオン。やることはある。おい、空母を撃沈してもいいのか。空母だぞ。なんで空母までこの艦隊船についてきちゃうのこの人たち。空母は見逃してやろうぜ。まあ、回避不可能ですけどね。警報が鳴りっぱなしだ。どこから攻撃されてるかわからない。撃ってくるな。こちらからも撃たなければならない。冷静に、それを常に維持しろ。
これ仮にな、戦争が、この戦争が終わったとしても国に帰れるのか、こんなことして。逆に味方の軍にもいられないだろう、もう。なんか味方の軍にな、もう空母沈めるしかないのか。仕方ない、対艦ミサイル発射。あー、バーベットが、もういらないからね。ちなみにこの F22 はオーシアだ。終わった。光ってる、かっこいい。いやー、激しいミッションだった。速度が速い、減速せよ。うかい、若干まで1マイル1600メートル。危ねえ。いや、ちょっと危なかった。状況は沈静化した。本空海域に展開していたユークトバニア軍およびオーシア軍内部の抵抗勢力は全て制圧された。ケストレルを機関としてユークトバニア、オーシア両軍の混成艦隊を早急に編成する運びとなった。